はい、皆さんこんにちは、山内幸子。今日はこの読谷、夜明かりスタンプラリーの、スタンプをために今日はね来てます。ここは土屋漁港に来てるんですけど、このカタログの中に出ているね、この土屋漁港の土屋漁港の商品いろいろあるんですが、もずく丼、もずく丼って書いてありますね。もずく丼、ちょっとこう見てみましょうね。あ、これかな。甘口と旨辛って書いてありますね。これのことかな。ちょっと聞いてみましょうね。すいません、こんにちは。この今読谷夜明かりスタンプラリーやってると思うんですけど、この中に載ってるこの商品って、はい、これで合ってますか。これなんかどういう風に食べるとか、ちょっと観光客の方とかもわからないと思うので説明してもらってもいいですか。あの、もずく丼といって、はい、沖山さんと共同で作った商品なんですけど、沖山さんと、うん、味付けとか、具材全ても入ってますので、うん、あとは湯煎で温めるだけ。あら、簡単で、ご飯にかけて、はい、麺にかけて食べる感じです。ちょっと今夜の子供たちのご飯にいいかしら。手軽なんで。ちなみにこれ冷凍になってるんですけど、はい、持ち帰るときはどうしたらいいんですか。そのまま手持ちで持って帰ることもできますし、はい、今冷凍の状態でこれ約半年ぐらい賞味期限があって、半年少し溶けても、すぐ傷んだりするものではないので、溶けた後冷蔵庫に入れれば1週間でも。なるほど、じゃあお土産にもバッチリということで、はい、いいですね。はい、ちなみにこれ1個いくらですか。1個こちらの方が216円です。安いで、それを、スタンプラリーが、3つでしたっけ。何個買ったらスタンプ、これが、ちょっと待ってくださいね。3つ、はい、210円の3個より3つお買い上げて、スタンプが1つもらえるということなので、ぜひ皆さん豊漁港にある、もずく丼ね、すごい美味しそうなので、ぜひ皆さん、買いに来てください。はい、お待ちしてます。おりさん、ありがとうございます。